大喜利のコーナー、イエーイ、頑張ります、頑張ります。お題はこちら、はい、はい、ミュージックステーションでの知られざる真実とは。ミュージックステーションの知られざる真実、じゃあいきましょう。哲夫さんからどうぞ。はい、ビーズがこう BS に間違えてる。なるほどね。実はね、ミュージックステーションでいつも間違えてますよ。間違ってる。はい、ということでございます。水谷君どうぞ。はい、オープニングタムさんの挨拶の声からアルファ波が出てる。面白い。癒し系だ。そうなんですね。あの時間にね。あの時間やっぱり。こんばんは、富野です。で、あそこからアルファハラ。みんな癒されてる。下平さやかがね。下平さやかもいたしね。はい、じゃあ、行きましょう。どうぞ。和田彦はデイジ禁止。そんなことないだろうよ。でかいんで。ということで、でかいんで。でかい。でかいのがいい。シャズラ出てたぞ、これ。ということで、答え出ました。ミュージックステーションの知られざる真実とは、誠さんの本番中にトモさんのカツラが取れて本性をさらけ出したでございました。さようなら。